アスキングライフの答えはきっと音の中。アスキングライフの答えはきっと音の中。スペシャルゲスト、ブルースマン近藤房之助さんです。よろしくお願いします。お願いします。僕が一方的に憧れてて、いや、で、あの、初めましてなんですよ、ここがね。だから余計緊張。はい、そうなんです、はい、いや、もう緊張しないですから、もうズルズルのおじさんですから。ズルズルのおじさん。いいかな。はい、神戸の思い出っていうのはあるんですか？どうだろう、まあ、一番最初に、まあ、思い浮かぶのは、あの、大村健二ですね、はい、健ちゃん、あの、一緒にもプレイしたもう亡くなりましたけども、あとはポンタですかね。あ、村上ポンタですね、はい、そのまず、まあ、思い出があって、まあ、こっちに住まないかっていう話があった時に、その二人の、ね、顔は浮かびましたね。ポンタさんともアルバムとかやってます。出張りますよね、はい、もうなんか出てくる名前が大きすぎて、うん、そう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 、あ、今隣にいてるのはですね、エレナファウンデのエディさんです。どうもこんにちは。こんにちは。なんか僕のコーナーがね、はい、吹っ飛んだということで。あ、そうですね。あの、飛び入り参加来ました。はい、関西音酒場を押しのけて。はい、そうそうそう。やっぱそれはもう押しのけてください。こう、近藤房之助さんといえばってありますか？僕はですね、もう本当90年代、もう30年ぐらい前ですよね。もう中学生で。はい、それこそ踊るポンポコリンとか一応代表作です。あとあのボンバーガール。ああ、ボンバーガールね。そうなんです、はい、僕もちょっとあの小田哲郎さんの事務所でお世話に、はい、あ、そうですか。3年ほどなってまして、ええ、で、もうあの曲が大好き で、はい、で近藤さんのパートがめちゃくちゃ難しいんですよ。叫ぶね、サビ行く前に叫ぶとこがあるんですけど、はいはい、そこがね、シャウトが難しいんですよ。ちょっとやってみてください。公開処刑、ご本人の前で。公開処刑じゃないですか。ええ、なんかそういう、なんでしょう、すごいカラオケとかで歌いまくってたイメージが僕の中でありますね。僕もあの、実はですね、近藤房之助さんを初めて近藤房之助さんとしてこう認識したのは、あの踊るポンポコリンが初めてだったんですけど、あの、まあ、ブルース大好きだったんで、はい、あの、あのシンプルな楽曲の中にああいう感じでボンとうわーっていう、まあその言われるままで僕歌っただけなんですいや、なんかね、こうその頃はやっぱりミュージシャンとしてこう売れることとか売ることとか、はい、でもなんか音楽、自分の好きな音楽をいろんなことでこう混沌としてた青春時代を送ってたんですよ、はいはい、音楽で食うためのなんか道しるべみたいなのをもらった人の一人なんですよ。なるほどね、はい、もうそのやり方もまあ見えすぎてますけどね。いや、なんか本当にあれが良かったんですよ。シンプルでした。はい、はい、あれ音楽、なんか気持ちのいい方向をね、行こうと思ったら音楽も知らぬになんか万能になってましたね。快楽主義ってことですか？はい。言い方いい。あ、そうですね。まあ気持ちいいのは。まあだらしがないんですね。その、まあ、そのアルバムタイトルにもなってんだけども、あの1968年ニュースのブルースに出会って、はい、それまではその、まあ、まあ全部子供はそうなのかもしれないけども、そのキャッシュボックスとかね、ええ、その、ビルボードとか、はいはい、その追っかけるような、まあ、子供だったんだけども、その、まあ、オーティス・ラッシュっていう、まあ、ブルースマンに、うん、まあ、レコードを買いまして、はい、だからもう全然そのヒットチャートにはね、でも興味いかなくなったっていう、はいはい、それはやっぱエポックだったですね。でもオーティス・ラッシュさんとご一緒したことがあるんですけど、はい、どうですか、憧れの方。いやー、もういろんなことを教わりましたよ、うん、そのバンドマンシップとかね、はいはい、その想像以上でした。すごい、もうそうですね、男としてもまた尊敬できるんだよね。なんかああいう男になりたいね、やっぱ。いい、羨ましい。実際そういう方と会える憧れの人ね。もうまさに今日健太郎さんを、いや、僕からしたら、うん、まああの近藤さんは共演されたことあると思うんですけども、
もう B.B. キングとか、うん、あのそういった方とお会いするのとあんま感覚変わらないんですよ。いやいや、俺はもっと安物です。いやいや、ほんまにそんな感じなんですけども、あのですね、実はですね、ちょっと佐之助さんがご存知の方からメッセージ来てるんですよ、うん、はい、誰？それ当てていただいていいですか？誰だろう。ちょっとメッセージ流してもらっていいですか？はい、ふさのすけさん、ご無沙汰しております、リコです。また再会を楽しみにしております。あの相変わらず飲んではると思うんですけれども、お互いまあ、あの飲みすぎには、注意しつつ、そこそこ飲みながら元気に再会できることを楽しみにしております。リコでした。ありがとうございます。名前言ってた。ちょっともうリコさんと、佐之助さんのいろんなやり取りを、うん、過去のやり取りを近藤さんがいろいろ聞いて、ほんと余計ね、今日というよりかちょっとビビりながら来たんですけど、そうですね、あの、リコさんが、うん、若かりし頃の話をしてきまして、うん、まあ東京のライブハウスで、はい、なんかこう、いろいろ近藤さんとの絡みがあって、よく覚えてないですね。そうそう、やった方よりやられた方が覚えてない。あー、そういうことですね。ひどいこと言ったかな。あー、なんかそんなこともちらほら、ちらほらね、口悪いけど、人もっと悪いからね。あれあれあれ。でもたまたまリコさんとその近藤さんが吸ったもんだったライブハウス、はい、それセッションバーなんですけど、ジロキシさんです。ジロキシもやったかな。あ、そっか、はい。そこで吸ったもんだったそうなんですが、そこに僕は実はですね、僕もちょっとだいぶ前ですけど、ね、うん、東京に住んでた時に、はい、近藤さんにちょっと一目会いたいなと思って、はい、セッションやられてるって伺ってたんで、はい、行ったことがあるんです。お会いできなかったんですけどね、はい、そんななんかつながりもありつつ、誰だろう、ひろく梅さんなんかも一緒にいたのかな、梅津さんとサクソン、はい、よく覚えてないな、まあ、もう本当にリコさんもすっごい覚えてましたね。すごい覚えてらっしゃいましたね。もう本当にリコさんが大学生ぐらいの時に、はい、行った時に何しに来たんだよって言われたっつって、もう全員否定から入ってますよ。そうか、そんなこと言ったっけ。はい、ただなんかまあその後に、今日からお前ミュージシャンと認めるよう的な発言をしてもらって嬉しかったっていうお話でうまいことまとまってましたけどね、最後は。下げて下げて下げて最後にちょっとこう。まあその上げて上げて下げるよりいいでしょう。あのですね、はい、ちょうど、近藤さんの隣にですね、なんと僕のギターがですね、そーっとすごいですね、しれっと幸せ者ギターですね、これ。はい、もういろんな方に弾いていただいてます。前回はね、有山淳二さんに弾いていただいたりしたんですが、あんな上手に弾けませんよ。いや、あのこう何か、はい、ただいまチューニング中でございますね。はい、チューニングの姿にもこう憧れますよね、最初の頃って。その頃にちょっとこう見上げてたミュージシャンのうちの一人なんで、今日もうめっちゃ目キラキラしてますもんね。え、うるうるしてるでしょ。なんかこんなにキラキラした彼を見るのは3年ぶりやろ。背筋も正してる。普段俺よどんでる。いい汗かいてる。いい汗かいてる。いい汗かいてる。演奏していただけたりしますか。まあ下手くそですからやってみます。Rock me, baby, rock me all night long. Rock me, baby, rock me all night long. I want you rock me, pretty baby.Till I'm a back ain't got no bone. Roll me, baby. Roll me like a wagon wheel. Roll me, baby. Roll me like a wagon wheel.I want you to run me, baby.
下手でしたね。いやいやいや、しびれた。え、もう自分のギターやけど、もうここで俺このギター弾かれへんやん。大丈夫でしょ、何もやってませんもん俺今日。今後の予定っていうのは、ね、もう15年ぐらい、自分のバンドではないそのアウェイ感覚でいろんな人と やってたんですね、はい、そのまあ集大成をね4月16、17とその、京都のタクタクってお店でやろうと思ってるんですが、はい、今ねコロナウイルスで大変ですね。そうですね、まあ僕は映るのは構わないんだけど、僕が補給をしていてマスクして歌うわけにいかないもんね。そうですね。その責任を考えるとどうしようかなって今逡巡しています、うん、僕大体1日に1本ずつイベント中止のお知らせが来ます。最近メール怖いです。まあ日銭が入ってこないからね。あ、そうですね、バンドマンは辛いですね。薄利多売惜しいっすね。それでは改めて近藤房之助さんの今後の予定をご紹介します。4月16日木曜日、17日金曜日の2日間京都タクタクにて近藤房之助プレゼンツコムレイドシップファースト、こちらはバンドでのライブですね。そうですね、はい、マレオ状態のバンドです。そして4月28日の火曜日も大阪のナンバーミュージックバー空出て近藤房之助 with 堀田浩介さんとされるということですね、はい、これはまあ弾き語りっぽいですね、はい、コムレイドシップに関しては僕が勝てないなってシングラーを3人集めました。ニュードはもう40年以上の付き合いで、もうバリトンボイスの素晴らしいシンガーです。でカオルさんは、オールドサンバの名手ですね、で勝シジマはこれ素晴らしいゴスペルシンガーです。でそのまあやっとね1年でその TK バンドっていうのが格好がついてきたんで始めようかなと思ってる、まあ、コムレイシップっていう、まあ、企画ですね。はんはんはん。これ大阪ではこのメンツではもう今回はちょっとあれですね。なぜかというとね、はい、ウェットタイムバンドはね、はい、動くとね、はい、リスキーなんだよね。あ、地方のツアーなんかは僕ほとんどだからピアノ取ったりでもあったり、はいはいはい、その方が見入りがいいでしょ。箱板場合で、ね、リアルトークでございます。はい、ね、もっともっといっぱい話したいことがあるんですけど、はい、また呼んでください。あ、僕何でも喋りますから。あ、本当ですか、僕お言葉に甘えちゃうタイプですけど大丈夫ですか。全然問題ないです。はい、じゃあ後でまた連絡先を教えてください。、はい、よろしくお願いします。はい、本当に、名残惜しいですが、今夜のスペシャルゲストは近藤房之助さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。感謝します。